はい、やってまいりました世界の皆さん、今日はですね、皆さんちょっと気になっていると思うんですけれども、2週間ぐらいですね、動画を投稿できなかったちょっと理由について今からちょっと話していこうかと思います。実はですね、2週間前ほどからですね、旦那がですね行方不明になっております。そうなんですよ。なんで行方不明になっているかというとですね、やっぱりこのロレックスチャンネルで結構その暴露結構してるじゃないですか。それで多分おそらくですけれども、北朝鮮か、まあ、そこら辺に多分目をつけられたんですかね。行方不明で多分拉致られてるんじゃないですかね。2週間ずっとですね、帰ってきてなくてですね、うちに。それでちょっと私もちょっと危ないので、ちょっと今日はこういった変装してるんですけれども、ちょっと皆さんちょっと2週間ですね、ずっと投稿できなくてちょっとご心配おかけしました。ちょっと代わりにですね、私がちょっと説明、ちょっと事情を教えておきたくて、ちょっと今日動画回してるんですけれども、そうなんですよ、ちょっとずっと帰ってきてなくてですね、ちょっと私も心配なんですけれども、ちょっと帰りを待ってたいなと思います。はい、すいません。じゃあちょっと今日はこの報告をまずしたくて、ちょっとですね、はい、ではですね、ちょっと気を取り直してですね、今からロレックスチャンネル始めてまいりたいと思います。今日はですね、私もですね、ずっと旦那のチャンネルをですね横でずっと見てたので、耳にタコができるぐらい、ロレックス、これですね、この旦那が残してくれてたこのロレックス、これですね、これがあるんで、当分裕福な暮らしはできるので、そこは皆さんちょっとご安心ください。ロレックスですね、まだ旦那に聞いててまだ皆さんに発信してない情報、まだたくさん私教えてもらってるので、知ってるので、ちょっと今日ですね、私から皆さんにちょっと聞いてる範囲なんですけれども、ちょっと皆さんに教えていきたいなと思います。ちょっとですね、すいませんね皆さん、ちょっとじゃあいいですか皆さん、すいません、旦那の方がですね、ちょっとトークが上手だったので、ちょっと私はちょっとですね、いつも横で見てるだけなのでトークがちょっとあれなんですけれども、まずですね、皆さん、そういえばですね、ゴールデンウィーク皆さん行かれましたか？ロレックスどうでしたか？買えた方とかはいらっしゃいませんか？結構あれですよね、ロレックス多かったんじゃないですか、行かれた方とか、県外のロレックスとか行かれた方とかも結構いらっしゃるんじゃないですかね。なんかちらっとお店の前通った時、キャリーバッグを持ってロレックスのお店に行ってる方とか結構見かけたので、県外の方とかも結構いらっしゃいましたね。こっちでは買えた方いますかね。ではですね、ちょっと一つ皆さんにとっておきの情報をお伝えしたいと思います。ですね、ロレックスですね、皆さんまだ諦めないでください。ゴールデンウィークに買えなかった方とかもいらっしゃると思います。このゴールデンウィーク明けです、大事なのは。ゴールデンウィーク明けに出ます皆さん、ちょっと私がですね、ロレックスあんまりその良さとかがあんまり分かんなくてですね、旦那から耳にタコができるほど聞かされてるのは、資産と言われてるので、これ資産をですね、皆さん好きな方は多分全然いらっしゃると思うんですけれども、ちょっと私はその資産としてですね、ロレックスはいいなとは思うので、はい、私はロレックスマラソンは、特にしてないんですけれどもですね、旦那はちょっとまあそうですね、あれなんですけれども、はいですね、旦那曰くですね、最後に言い残していったことは、ゴールデンウィークもすごく何ですかね、盛り上がると言ってたんですけれども、ゴールデンウィーク明けですね、ゴールデンウィークでこう
盛り上がったその後、後がですね結構重要みたいでですね、結構ゴールデンウィークに結構こう回られた方もいらっしゃると思うんですけれども、ゴールデンウィーク明けてこうちょっと一段落ついたところでですね、その店員さんの方とかも結構こう何ですかね、ゴールデンウィークで結構バーって多分人が県外とかからも来てると思うので忙しくてこう疲れてると思うんですけれども、ゴールデンウィーク明けでちょっとふーっとしてるところでお店に突撃して出してくださいと、その皆さんが欲しいその型を言ってサブマリーナ出してくださいと言ってみてください。皆さんきっと出してくれます。ゴールデンウィーク明けでちょっとふーってなってるところで言ってみてください。皆さん出してくださいと、そしたらきっと出してくれます。はい、もうゴールデンウィークでですね絶対店員さんたちみんな疲れてると思うんですよ。その疲れた後です。疲れた後ふーってしてるところでさりげなくサブマリーナ出してくださいと言ってみてください。デイトナ出してくださいとさりげなくさらっとさらっと言うのが私いいかなと思うんですよね。やっぱりこう熱意を込めて言うのもまあ大事ですけど、こう優しくさりげなくもう本当に流れで出しちゃいそうなぐらいのふわっとした感じでデイトナ出してくださいと優しく店員さんに言ってみてください。もうゴールデンウィーク明け、ゴールデンウィークもうこのタイミングぐらいが大事ですね。今ぐらいが大事だと思います。行くにはぴったりのタイミングです。今ゴールデンウィーク明けてちょっとこう一段落ついたこの今、皆さん行ってみてください。大事なのはちょっとさりげなくです。さりげなくデイトナありますかと、サブマリーナありますかと皆さん言ってみてください。もう店員さんもですね疲れてもう流れで出しちゃうと思います。はい、すいません、こんな感じです。今日は皆さん心配されてる方やちょっとね最近更新がないなと気になっている方もいらっしゃるかなとは思うんですけれども、本当に旦那は今こういう状況で、私もこうあれですね、帰りを待つというそれしかできないので、ちょっと2週間ぐらいお休みをしてた理由でございます。こちらがでは皆さん、また旦那がここに戻ってきてロレックスのことについてたくさん話してもらえることを皆さん待っててください。今日はご視聴ありがとうございました。すいません、私もちょっと命を狙われてたら危ないのでこんな格好なんですけれども、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。